難しいですね。魔界とは何なんでしょうね。好きな場所。エンターテインメントのおもちゃ箱。フィクションとノンフィクションのハイブリッド。最後の住処みたいな感じです。ブラックホールみたいな中にこう入っていって、その先何があるんだろうみたいな。自分を表現できる場所というか、俺ここに生きてるんだぜ。夢そのものですね。名刺がわからないんですよ。これで成功したいですよね。魔界は音楽、それとアクション、そして、演技、この3つをハイブリッド、合わせたものとして、過去の英雄たちが魔界という場所で永遠に戦い続けるという設定のものなので、やっぱり世界観をいかに作るかっていうことが一番重要で、見に来た人が今まで見たことのない、見たことのあるものだけど、そのジャンルが一気にハイブリッドして、襲ってくるっていうのを、イメージして作ってます。演劇の中のアクションっていうのは縦なんで、当たってないし倒れてないし切られてないし、片方やっぱプロレスの技術を使うと当てれる、ダメージがちゃんと表現というか、まさにダメージを受けるわけだから、あそこをまず追求。そうこうしているうちに、やっぱ音楽で合わせるっていう、生演奏と合わせるうちに、じゃあこの生演奏を最初から最後までビタッと合ったらどうだというのが出てきて、それを3年目のあたりから始めた。その最初のうちはでもね、結構批判もあって、今ほど完成度が高くないので、結局同じように見えるとか、曲が終わったら終わるんだねとか、じゃあちょっと興奮しないわみたいなことがあったのが、今はその曲の中にドラマをちゃんと詰め込めてるっていうのがすごく大きいかなと。だからオーダーはある程度自由にやってもらうけれども、ルールとして始まってきちっと終わる、で終わった時に一旦カタルシスがポーンと抜けるようにはやってくれっていうのがオーダー。まずこの起承転結を考えるんですよ。で台本上に沿った勝ちと負けがあって、たまになんかプロレスのところの募集試合みたいなものがあったりとか、要は結論っていうのはあるわけじゃない。その結論のに行くまでにどうこっちを攻めさせて、こっちがかわいそうかわいそうかわいそうでも頑張った、ああ負けちゃった、頑張ったから勝てたみたいな、その起承転結を作って、でその起承転結をまたちょっと細かくしていって、でクローズアップしなきゃいけないキャラクターがやっぱり、ね、狙われて集中的にやられる方がドラマチックだなみたいな。魔界がというものが演劇お芝居ストーリーが流れてるわけじゃないですか。でその流れてるものの中の一部にアクション戦いがあって、それを一つの点というかシーンだけにしてしまうんじゃなくて、その流れてる中感情の動きにそぐうように、その3分間から6分間それもちゃんと流れに沿うようにというイメージはありますね。アイデアを今まで出してもらってた志田さん、シュリちゃん、茜さんにもちょっと一本作ってみませんかみたいなイメージで今ちょっと移行してってるところなんですね。やっぱり志田さんは志田さんの作り方があって、シュリちゃんはシュリちゃんの作り方があって、茜さんは茜さんの作り方があって、面白いなと思って刺激を受けて、志田さん、シュリちゃんなんかのテイストなんかも吸収してね、やっぱアクションをクリエイトするっていう部分ではやっぱそこは絶対負けられないなっていうのはありますね。最初にパッと思い浮かぶのは、結構漫画のシーンとかに変換して
このコマが欲しいなとか、このメンバーだったらこういう絵があったら非常すごくかっこいいんじゃないかなっていうのを最初に思い浮かべて、それを音楽の一番かっこいいシーンは一番音楽のいいところに当てはめるっていうのから考えていくんですけど、本当に一番気をつけてるのはやっぱり我々プロレスラーが戦うので、実際に当てなきゃ意味がないと思ってるんですよ。当てずにやるなら、ね、上手なアクション俳優さんにお願いした方がよっぽどいいわけで、しっかりもちろん怪我はさせないですけど、そのしっかり当てて当たった音を聞かせるっていうのは本当に徹底してやるべきところかなと、プロレスラーがやる魔界ならではの強みなんじゃないかなと思ってるので。あの台本書くときに全部音楽から書くんで、イメージはまあ音楽、アクション、演技って言ってるけども、演劇よりは実はライブに近い頭の中になっていて、で音楽はコッシーの中にあり、だからその音楽はまずドラマ性がないとダメで、戦いを表現したりするわけだからやっぱ激しくないとダメで、当初はそれをインストゥルメンタル、ギターで表現するっていうのをやっていたけど、ここのところはやっぱ言葉でちゃんと歌詞が乗る、歌詞がその世界観をやっぱり炙り出すっていう風にしてるんで、音楽はまあ一方ならぬ思い出がありますね。まあ、レスラーさんだったり俳優さんだったり その演出の物語の中での、に使われる楽曲なので、やっぱりその我々がこうライブで演奏する、演出する、表現する、ところとやっぱり違う、このシーンが見えるような、景色が見える感じの曲っていうんですかね、世界観を楽曲を作るときにはイメージして作ったりとか、やっぱアレンジしてますね。曲を作るときにはここではこういう激しい戦いになるかなとか、なったら面白いなとか、ここやっぱりその演出が、演奏するためにまあ展開が多い方がいいというか、こう決めが多い方がいいというか、はい、そういうその、雰囲気のアレンジは気にしながら作って、多めにしてるっていう感じですね、はい。今やってるポップスのお仕事とかを作曲したりする、ポップスとか EDM とかそういうものを作ることが多いんですけど、逆にロックを作る機会が少ないんですよ。だからまあなんか結構魔界に関しては素のままいけちゃうって感じなんですよね。曲作りが結構普段からこういうのやりたいなが溜まってるんですよ。で勇者様からこういう曲が欲しいんだけどって言われた時に、あ、僕の引き出しに入っておりますんですぐ思しますっていう感じで出せるんですよ。例えば最近で言うと島を燃やせって曲は、3連のロックな曲が欲しいって言われたんで、じゃあ3連系、3連っていうのはなんかこうワン、ツー、スリー、フォーだったら普通ツンツン、ダンツン、ツンツン、ダンツじゃないですか。それを3で割ったやつですね。タカタ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 。僕に関しては結構どう来るかも多分もう向こう勇者さんも分かってると思うんで、結構楽に自由に作らさせていただいている感じですね。俳優っていうものに、まあ、絶望感はある。だから、まあ、もちろん素晴らしい俳優さんっていっぱいいるし、お芝居だけで見せられる人っていうのももちろんたくさんいるけれども、やっぱり日本の場合やっぱそれが結構一握りだと。でもっと表現できる人、やっぱり表現者って立ってても表現できなきゃいけないと思っていて、なんか役者って喋ってなんぼみたいなところあるけど、本当の俳優って立ってるだけで一言も喋らなくてもかっこいい。その時にやっぱりプロレスラーの体って説得力ある。最初は本当になんか歩くとか立つとかそれができなくて、なんかやっぱお芝居だとちゃんと歩くことすらできないんですよね。それも歩き方からまず苦労しましたね。立ち姿と自分がもともとやっぱり女優さんになりたいっていう夢があって、やっぱ今も変わってなくって、
その芝居がやっぱりこの場所でできるっていうのと、やっぱり今までやってる格闘とかプロレスの存在もすごい活かせる。幕張は例えば、まあ、エンタメの要素もある、普通のナチュラル芝居よりもさらにエフェクトする部分っていうのがあっていい舞台っていう感じなんですよね、演出の勇者曰く。なので大げさにやっちゃっていいっていう場合もあるので、そこを僕は今まで本当に、ナチュラルな芝居を心がけていた現場ばっかだったんですけれども、あえてその誇張したエフェクトをかけた、歌舞いた歌舞伎ですよね、はい、その要素をどんどんつぎ込める場所なんですよ。だからそれを、何かの形で試してるんですけどもね、そのやっちゃっていいんだぜみたいなところが、これまた快感ですね。演技をしながら戦うと、やっぱり本来の戦いの荒々しさだったりとか、そういうのがなくなるのもすごく嫌で、戦ってる最中に演技してるなって思われたら終わりだと思ってるので、そこのバランスが非常に難しいですね。やっぱり鶴姫ってお姫様なので、誰に対しても敬語を使うし、そんな口が悪いところなんて絶対ないんですけど、その中でも戦ってる最中になんだこの野郎って思う鶴姫がいたりとか、やっぱそういうところのこう本当に細かいリアルな戦いというのを、こう本当に境界線を探してる感じですね。ポジション的にも、で、まあ、自分の性格的にも絶対に主役じゃないのは分かってるんですよ。メインキャラクターじゃないのは分かってるので、常に隣にいる人が輝くアシストをしたいなっていうのはありますよ。自分にしかできない仕事っていうのを極めていきたいなっていうのはありますね、はい、揺るぎないこれ信念と言いましょうか。もうなんて言うんだろう、まあ、そのステージに立ってこう空気を制圧するという意味では、もう立ってるだけで絵になるっていうか、一人でそのステージに立ってる、例えばリングに一人で立ってる、一人でパーッと歩いてきて真ん中に立つ、それだけで成立するもう空間を何が何でも作らなきゃいけないなっていう思いでそこにいますね。例えばもうただ直立不動に立ってる姿勢、そこだけにもものすごい集中して自分に圧をかけてそこに存在するようにはしてますけどね。あとハイブリッドできてないものは人種なんで、今まあクリスがスキピオのやったり、ビアちゃんがプロイスをやったりしてるけども、もっと人種がいっぱいいた方がいいと思っていて、で言語はハイブリッドさせた。今もまあ英語の人は英語で喋る、まあ、かつてカルメンさんが出てた時にルーマニア語で喋ってもらったみたいに、もう多種多様な言葉が入り混じるというのをやってみたいっていうのがあるので、まあ、そういう意味ではやっぱりワールドワイド戦略になっていく。ただワールドワイドになるけど、よくある、アメリカ版に焼き直しましたとか、ピーターパンを日本に焼き直しましたみたいな、そんな感じじゃなくて、もう魔界そのものが広がるっていうものをやっぱりやるべきだっていうのも、もともと6年で終わりますよって言ってた計画なんで、まあストーリーライン的には今盛り上がりがずっと来ている。ただここのところはやっぱりその魔界と冥界という非常に分かりやすいスキームになって、でキャラクターはねもっと増えます、もっと増やす、限界まで増やす、でそのキャラクターが生存できるかどうかっていうのは、もうそのキャラクターが持ってる生命力にやってみようと。だから5年目から6年目、特に今年後半なんか見てもらう上で言うと、おそらくどんどんキャラクター入れ替わると思う。そのキャラクターをぜひどのキャラクターが生き残るんだろうっていうのを見て、でそのキャラクターを決める、生き残るキャラクターを決めるのはまさに魔界の民が決めていくわけだから、そういう楽しみはあるかなと思います。エンターテインメントの仕事って今まで僕はいろいろやってきて、吉本興業からもずっとやってきて、まあ、ドラマの監督やったり映画のものをやったり、小説も書いたり、いろいろやってきたけれども、魔界
を最後に他のことはやらないでおこうと思っていて、エンターテインメントっていう分野でやる最後の仕事だから、もし魔界が終わったとしてもう新たにエンターテインメントはもうやらないので、まあ、そういう気持ちでやっている。でやっぱり5年やっても全然まだ緊張が抜けないんで、魔界は本当面白いなと思いますね。魔界を見たことないあなたに、まあ、おそらく人生のですね 12.6% ぐらいを損しているというふうに思いますよ。一度その 12.6% を埋めに会場に来てほしいと。でなぜそう思うかというと、魔界にはいろんな人物が出ていて、その中の一人は必ずあなたの人生に結びついている。それを見ることによってあなたは自分が気づいていなかった 12.6% に気づいて、きっと良いプラスな人生を歩めると思うので、もはや魔界に来ないと 12.6% の不幸があなたを襲うことになるので、ぜひ魔界に足を踏み入れてください。よろしくお願いいたします。